皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2009年公開の、8、約束の犬。現代、8、アドックスティール。監督はラッセ・ハルストレム。脚本はスティーブン・ピエ・リンゼ。主な出演は、リチャード・ギア、ジョアン・アレン、ケイリー・ヒロユキ・タガワ、など。アメリカ東海岸の郊外にあるベッドリッジ駅。大学教授のパーカーは、ある寒い冬の夜に駅舎で迷子になっていた秋田犬の子犬を保護して家に連れ帰る。つけていた首輪に漢字の8が刻印されていたことから、子犬は8と命名される。というストーリー。忠犬ハチ公の実話に基づく八公物語の舞台を、現代のアメリカ東海岸としたリメイク。シンプルにまとめられたストーリーは、オリジナルよりも話の流れが言い染みやすい。犬目線での見せ方も交え、蜂の気持ちを表す演出はうまい。変にドラマチックに盛り上げようとしないのも高評価。そしてラストの再会シーンは、分かっていても涙腺崩壊は必至。ということで、評価は。Thumbs up.